皆さんこんにちは、キリアです。金田一少年の事件簿3、青龍伝説殺人事件、続きをプレイしていきたいと思います。前回カジノのところで南川さんが殺された。困るよな、続けて2人も殺されるなんて参っちまうよな。南川さんが殺されたところですね。このホテルに恨みのある人の仕業なんですかね。どうして？だってこんなことがあったら大々的に報道されるに違いない。青龍ホテルは大打撃ですよ。星山さん、プレジール入り口とそれに中にも数箇所監視カメラが設置されてありますね。そうですね、その監視カメラを見れば何か手がかりが。そうです、よく気づきましたね。あの監視カメラは動いてるんですか？まだ正式オープン前ですが、試験的に一部のカメラは動かしていますよ。一部のカメラだけか。一部？ええ、出入り口の1台と遊技場内の1台です。そいつは好都合だ。その記録テープを再生すれば南川泰造を殺した犯人が映ってるはずだ。いいぞ、こっちの犯人はすぐに逮捕できる。こっちの犯人、これが南川だな。誰かと話しているようだが。この影の人物が犯人か。早く映れ。犯行時刻は10時0分58秒。くそ、犯人は監視カメラの死角の位置に立ったままだ。少し早送りしますね。これでみゆきたちがここに来た。で、その間誰も犯行現場には来ていない。これで金田一と剣持が。これじゃ犯人が誰だかわからねえな。いや、しかし入り口に設置した監視カメラには姿が映っていると思いますよ。入り口の監視カメラは上から全体を見渡せるように設置されていますからね。よし、早速そっちを再生してみよう。もう一つの方の監視カメラ。あ、これは何なんだ。誰だかまるでわからないじゃないか。どういうことなの。また少し早送りしますね。そうか、あの匂いはそういうことだったのか。匂いって？ワックスの匂いがすると。監視カメラがなんか匂うって言っただろう。それがどうしたのよ。犯人はおそらく事前にスプレー状の液体ワックスを監視カメラのレンズに吹きつけたんだ。液体ワックス？それを吹きつければレンズに膜が張られて映像がぼやけてしまう。最初からカメラを壊したり黒い紙でレンズを覆っちゃえばいいのに。カメラの映像はここでモニターされてるんだぜ。画面がいきなり真っ黒になれば。そうですね、すぐに異常に気がつくと思います。でも画面が白黒ですから、ちょっとぼやけているくらいじゃ異常に気づきにくい。くそ、悪がしこいやつだ。あいって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 。何かつかめるかも。すいません、このまま映像を流してくれます？誰も映らんな。そうね、もっと早く進めねえのか。いや、無理ですよ。
どこまで進めるんだ。22時10分これは南川さんを運んでいる時か。映ってるのはこれだけか。結局犯人は分からないってことね。もう一度10時3分2秒の映像を見せてほしいんだが。はい。犯人が入ってくる時の映像はないのかな。これ出て行く時、こいつか。え、はじめに飛び出したこの人影が犯人に違いない。慌てて逃げていったんだよ。その後に七瀬君たちがプレジールにやってきたんだ。なんか細い感じですよね。誰が誰なのか全くわからん。女性にも見えるような。なんか引っかかるんだよな。え、この映像どこか変だ。変？どういうことだ。監視ビデオに映った人影だよ。この人の出入りなんだけど、やっぱりおかしいよ。どういうことかね。もう一度頭から見てみよう。一人、三人、四人、おかしいな。え？これだと犯人と被害者の南川さんが遊戯室に入った映像がないぞ。最初の頃の映像がないですもんね。さっき犯行があったのが、夜の10時1分ぐらいだったはずですけど、最初の犯行カメラだと、犯行カメラじゃない、監視カメラだと。あ、そうよね。確かにそうだわ。犯人と南川は間違いなくあの部屋に入ったはずだ。その時の二人の姿が監視カメラには全く撮られてないっていうのか。星山さん、この監視カメラにはどのくらいの長さの記録テープが入ってますか。6時間テープですが。これが始動するのは確か遊戯場の監視カメラは午前7時、出入り口の監視カメラは午前10時、つまり3時間ずらしてあります。すると出入り口のカメラの2回目の作動は午後4時になるわけか。ほう。そうです。それが何か。ちょうど切れたところか。1回目のテープが終わり、2回目が始まるには当然巻き戻しがあるでしょう。ビデオはコンピューター制御で、4時、10時、16時きっかりになると自動的に巻き戻しが始まるようにプログラムされています。そしてテープの頭に戻ると即録画を再開するという仕組みなんですが。とすると午後4時から6時間経つと巻き戻し状態になるわけだ。巻き戻しにはどのくらいの時間がかかるんですか。約2分ほどですね。おい金田一、何をごちゃごちゃ言ってる。入り口の監視カメラのテープは午後10時に3回目の巻き戻しが開始される。だからそれが一体何だって言うんだ。そうか、分かったぞ。何？犯人たちがプレジールに入った時刻、つまり10時1分から2分の間は監視テープがちょうど巻き戻し状態にあったんだ。それで映らなかった。これは偶然なんかじゃない。狙っていたのか。偶然じゃない。犯人は監視テープが巻き戻し状態になる10時きっかりに合わせて南川をプレジールに誘い込んだに違いない。あ、そしたら最初に
10時3分ぐらいに出て行ったのは、あれ、房子さんか。金田一たちを呼びに行ったのか。そうか。あれは犯人ではないのか。んで、そうなると犯人は、このホテルについて詳しい人ですよね。星川さんが、最初の事件で星川さんが、展望風呂のところで凶器を発見するというのも知っていたっぽい感じですし、それならかなり絞れそうですが、誰が犯人かビデオテープに映らないようにするためにね。そして犯人はテープの巻き戻し時間内に南川さんを殺し、プレジールから立ち去る計画だったはずだ。そうすれば監視ビデオに記録されることはない。でも犯人は考えた。万一殺害が長引いた場合どうするか。テープを巻き戻す時間、1分30秒から2分の間に南川を殺して立ち去らないと、監視ビデオは通常の状態に戻ってしまい、逃げる時に自分の姿がカメラに映る。それを心配して犯人は事前に監視カメラのレンズに液体ワックスを噴射したんだ。巻き戻し時間内に犯行が終わらなくて自分の逃げる姿がカメラに映ってしまっても、こうしておけばビデオに記録された姿ははっきり映し出されない。ああ、なるほどね。手の込んだこと。それじゃあ私たちがプレジールに入る直前に犯人は逃げたってことね。でも廊下では誰ともすれ違わなかったわ。それは何かおかしいぞ。ん？あの映像、俺の中でまだ何か引っかかる気がする。なんだ？なんだろう、この違和感は。すいません、もう一度順を追ってビデオを見せてください。はい、では行きますよ。はい、まずはこれですね。10時3分2秒の映像。まず一人の人物が部屋から出ていく。これ房子さんですよね、多分。犯人はもっと早いですもんね。房子さん、これは南川を飛び出していく犯人だな。違うよ、これは犯人の姿じゃない。なんだと？これは相原房子さんが剣持のおっさんに報告しようと飛び出した時の映像だ。ああ、そうか。続いてこの映像です。10時4分3秒。ほぼ1分後、入れ替わりに3人の人物が入ってくる。入ってくる3人は、俺たちですよね。金田一と剣持と、そして房子さん。そして戻ってきた相原房子さんと、話を聞いて彼女と一緒に駆けつけた俺とおっさんの3人がプレジールに入る映像だ。うん。次はこの映像。10時5分7秒です。さらに1分後には4人の人物が入ってきた。これは後から来た人たち。続いて後から来た4人の人たちがプレジールに駆けつける。この間5分程度人の出入りはありません。最後はこの映像になります。つまり全員が遊戯室から出た映像だ。それでいいじゃないか。何がおかしいのよ。人の数が合わないとか。最初にみゆきたちが4人いて、でその後1人出て行って3人入ってってくるので6人。その後4人入ってきて10人。でも今出ていくの最後11人。さっきちらっと数えていたんですけど、なんか金田一が1人3人とかなんか数えている時、一番最後11人出ていってたんですよね。担架に乗せられている南川さんを除いて。それだと人数が合わないのか。最初から中にいたのか。犯人は出ていっていない。出入りする人数だよ。人数？この映像で出てった人数は11人よ。顔がよくわからないから私数えてたの。おお、みゆき私と一緒のことをしている。人数がどうしたんだ。何が不可解なのか。退室時に
一人多いですよね。星山さん、監視テープをゆっくり回してもらえます？了解です。いいですか？簡単な算数だからよく見てろよ。この2つの映像により、俺とおっさんと相原房子さんの3人、続いて4人の人物がプレジールに入った。その前にすでに美雪たち3人がプレジールにいたわけだよな。すると最終的に部屋にいるのは合わせて何人だ？3たす4たす3で10人ね。そう、被害者を除けばプレジールには最終的に全部で10人いたことになる。しかしゆっくり数えてみな。ほら、プレジールから出ていく人の数は9、10、11、な、11人になるんだ。な、ほんと1人増えてる。これはどういうことだ？1人多かった人物は、それが分かれば苦労しないですけど、ああ、こういう選択肢が犯人があるのか。まあ普通に犯人ですよね。この1人多い人物は、あの時現場にいないはずの人間、つまり犯人だよ。なんてこった。じゃあ犯人は？事件発生後、犯人はどこにいたのか。プレジールの中。みゆきがプレジールに向かった時、誰ともすれ違うわけがないんだ。え？犯人は計画通り短時間で南川泰造を殺害した。これは想像だけど、監視テープが巻き戻っている間に犯行は成功したと思われる。そのまますぐに逃げれば、遊戯室を出る時も影は映らずに済んだ。ところが犯人にとって思わぬ事態が起きた。みゆきたちが来たことか。おそらくみゆきたちが遊戯室に向かって廊下を歩いてくるのが見えたんだ。それじゃあ犯人は？遊戯室のどこかに隠れていたんだ。それじゃあ私たちは犯人と一緒に立ったわけ？それといつ犯人はプレジールから逃げたんだ？いやいや、さっき11人1人増えていたでしょ。犯人はいつ出ていったか、みんなと一緒に出ていった。普通なら逃げ出すはずの犯人は、実はプレジールにまだ潜んでいた。そして混乱のどさくさに乗じ、みんなの中に紛れ込んだ。そして俺たちが遊戯室を出るとき、犯人も何食わぬ顔をして一緒に出てしまったんだ。ああ、悔しいわね。の時、後から遊戯室に入ってきた人をきちんと確認していれば、みんなの中に紛れ込んだ犯人が誰だか分かったのに。これは俺のミスだ。死体に夢中になって気づかなかった。もともとそういう状況を計算してのトリックなんだ。無理もないさ。でも駆けつけた人たちに聞けば、一緒に来たか来ないか分かるんじゃない？いや、みんな興奮してかけてきたからね。一応話は聞いてみる。そばに誰がいたかなんて覚えてないと思う。聞いてみた方がいいと思いますけど。確かにな。感心してる場合じゃない。事件の経過が分かっても肝心の犯人が全く特定できないじゃないか。いや、かなり絞り込めるよ。プレジールを出るとき誰がいたかは覚えてるからな。あの時いなかった人は除外されるのか。後から来た4人、そしてもう1人を調べればいいんだ。その5人はだったわよね。おお、自分で選ぶのかと思った。真田さんと野口さんと市川さん、雅子さん、真理ちゃん、この5人で、この5人でホテルに詳しいっぽい感じだから、マリーか、あ、真田もか、真田もアルバイトで働いてるのか。ただ、雅子とマリーが何らかのつながりがあるとしたら、雅子も何か知ってるかもしれないのか、ホテルについて。いや、でもそうすると、最初の田中を殺した時に、犯人は男だという感じになっていたことを考えると、真田しかいない？でもそれもなんか変なんですよね。ナタで頭を首を切り落とすのなんて女には無理だみたいなことを言ってましたけど、そもそもそのナタにトリックが仕掛けられてたんですよね。
あの脱脂面で田中の血をつけて、それが凶器だと見せかけるトリックが仕組まれていたので、それならナタで切ったとは限らない。何らかの装置を使って田中の首を切り落としたと考えれば女性にもできることですもんね。そうなると犯人はマリ、もしくは何かこのホテルについて詳しいことを知っているんだとしたらマサコになるけど、どうなんだろうな。あ、違う、南川はそうか、田中を屋上で見かけた時に男がいたって証言してましたよね。で、南川が殺されたのはその誰か犯人を見ていたことを知った口封じだったとしたらやっぱり男わかんない全然わからん。真田かマリかどちら、2人の共犯ということもあるのか。そうなると真田が三股をかけてるとかそんな話になってくるけど、ああその通りだ。よし、動機のあるものを徹底的に調べてやる。あ、今思い出しましたが、そういえば真田君が、ん、真田が、ん、真田光一ですか。ええ、南川さんと真田君が何事かひそひそと話しているのを見かけたんです。何、本当か。ええ、私が15階の展望レストランを巡回して廊下に出てきた時です。私は思わず警備灯を消していました。なんでその時消したのか自分もよくわからないんですが、なぜか私がいることを相手に知られたくないという本能が働いたんです。刑事の勘か。長年刑事をしていた勘とでも言うのでしょうか。真田君、例のフロッピーを欲しくはないかね。フロッピー。南川さん、何のことですか、こんなところまで呼び出して。しらばっくれるんじゃないよ、みんな分かってるんだ。やだな、まるでわけのわからない。そんな話だったら僕は戻ります。待ちなよ、北条理恵のことを田中博道から聞いてるんだ。お？理恵ちゃんのこと？何ですか？人生は短い。しかし今夜君と話す時間は十分にある。まあゆっくり話そうじゃないか。何か勘違いしてるんじゃありませんか。二人の会話をそれ以上は聞けませんでした。そりゃ怪しいな。まずは真田光一から取り調べてみるか。俺も行くよ。ミキ、戻っていてくれ。もう勝手なんだから。さあこれで南川泰造さんと展望レストランに。隠したって無駄だ、分かってるんだ。別に隠しはしません。9時20分ぐらいでした。犯行の40分前。突然南川さんが僕の部屋に来たんです。そしてちょっと話があるって言われたんです。これは誰にも言ってほしくないんですけど。え？その時僕の部屋に理恵ちゃんが来ていたもので。ほう。僕は話があるなら廊下でしたいって言ったんです。南川さんの話っていうのは何だったのかね。それがお酒を飲んで酔っていてわけがわからないんです。何を言いたいのか全く要件がつかめませんでした。例のフロッピーを欲しくはないかとか言っただろ。殺された田中さんが撃ったフロッピーのことでは。そうだと思います。でもなんでそんなことを僕に言い出したのか、僕にはさっぱり見当がつきませんでした本当か。他には何を言われたのかね。何しろ南川さん少し呂律が回らなくて。さっきの星川さんの話ではそんなことなさそうでしたけどね。もしそうなら星川さんもそう言ってるでしょうし。ん？ひらばっくれんじゃないよ、みんなわかってるんだ。まだ何か話したはずだ。あ、確かに話しましたけど、まるでわけがわからないので嫌だなって思ってました。どんな話だったら僕は戻りますって言った記憶があります。その後誰かの話を持ち出されなかったかね。
あ、リエちゃんのことを。死んだ田中さんからリエちゃんのことをいろいろ聞いてるって。ほう。どんなことを聞いてると南川さんは言ったんだ。くだらないことでした。去年の暮れにリエちゃんのお母さんが病気で亡くなられて、一人ぼっちになったリエちゃんに対する根も葉もない噂話ばかりで。北条理恵さんのお父さんは5年前に亡くなられてます。だからリエちゃんは今一人で暮らしています。それで家に男友達を連れ込んだとか、援助交際をしているとか、面白半分な噂話が一時流れたらしいんです。それを田中さんが取材して南川さんに話したらしいんです。まったくひどいです。そんな一般人のことをわざわざ取材するのか。で、君はどうした。そんな馬鹿げた話は聞きたくありませんから、すぐに帰りました。怒ったようだね。それはもう腹渡が煮え返る思いでした。それで後になって殺した。そんなひどいことを言わないでください。僕は死んだ人を悪くは言いたくありませんけど、あんな低俗な人を殺めるような真似はしません。僕の品性が下がります。かっこいい。低俗な人ね。恋人の噂話をしただけでそう決めつけるのかね。いつものあんたを見てるとそれはちと短気すぎる気がするんだがな。それは他に何かそう思う理由があるんじゃないの。あるんだな。他人の悪口は言いたくありません。これは殺人事件なんだよ。知ってることがあったら全て話してほしい。協力してくれないか。わかりました。あの人は1409に泊まっている市川さんを騙したことがあるんです。市川さんを騙した。あ、市川正夫のことか。そうです。南川さんはこのホテルで市川さんと出会って驚いたと言ってました。昔の話らしいんですけど、市川さんの先祖代々の土地を騙し取ったらしいんです。ああ、それは興味深い情報だな。どうした。やっぱり言うんじゃなかった。刑事さん、今度は市川さんを疑うんでしょう。まあ疑うのも仕事だからな。僕がこんな話をしたせいで市川さんが疑われるんだ。なんとなくですけど、まあさっき言った理由で今の真田さんとマリちゃんが怪しいと思うけど、どうなんだろう。ホテルに詳しい人っていうのはもうほぼ確実だと思うんですよね。なのでその中で犯行が、第二の犯行が可能なのは真田とマリ。あ、でも待てよ。第一の犯行、あの田中さんが殺された時、マリはロビーにいたか。剣持警部を9時ちょうどに迎えに行った時に、一緒にいた雅子とマリが何か言い合ってたんですよね。言い合っていたというか、なんかちょっと変な感じ、空気になっていたから、マリはその時間、ロビーにいた。そうなると、やっぱり田中を殺したのも、真田か。普通に真田が屋上で田中を殺して、田中をエレベーターに乗せて11階に運んで、その間に真田は階段を走って11階まで降りていって何気なくみんなに合流した。真田が一番怪しいのかな。一応自分の中では今のところ真田が一番怪しいかなという感じですけど、どうなのか。まあこれも次を見ていきましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が少しでもいいなと思っていただけましたら、チャンネル登録等よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。それでは。